ボディビルやるときにプロになりたいというのがもう明確な目標があったので IBB プロでアジア行って俺はあこれだったら優勝できると失礼だけども近い将来優勝できるなと思ったビッグでポッドキャストウェルカムトビッグでポドキャスト今日のテーマはミスター日本を目指していたとき日本で戦っていたときどういった心境だってどういうトレーニングをして どういういい食事をしていたんですかという先日中野ヘルスのことを語った時にえコメント欄に書いていただいてまあこれ面白そうだなとミスター日本の時ってこれあの読んだ時あどうだったかなとか考えちゃったねだからなんか今考えると結構前のことって俺記憶結構いいことかあることかかんないけど結構忘れっぽいというかまあ絶対完全に忘れてるわけじゃないんだけれどもまあ完全に忘れてることもあるんだけれども。<laughs> わなんか覚えてないことが多いなでまあよく考えてみたらまずはちょっと歴史歴史というかまあたどってみると学生でやったわけでしょで学生は3回出てます、えー、確か95年94951994年1995年そして1996年だと思うんだけど間違ってたらごめんで、えー、最初出た時は、えー、全日本で俺確か4位だったかなあ ちょっと覚えてないんだけど、で、2年目と3年目がおかげさまで優勝させていただいたということで、末さん以来の2連覇とねいうこと、今は学生では2連覇してる人もっといっぱいいるだろうな、で、学生のレベルがすごい高くなって、一度あの、まあ、写真だけれども見たとき驚いたね、学生がなんかもうミスター東京みたいな体になってたので、やっぱり情報の力ってすごいなと思ったね、当時は学生は、学連というのは、まあ、もちろん、 一,一握りの選手はものすごい真面目にやってたけど、まあ、もちろんまじみんな真面目にやってたのかと思うんだけども、まあ、半分以上はちょっと冷やかしたら変だけど無理やり出さされたみたいな感じだったね10位以下はねだから相当人数出たけども10位以下の人は、まあ、とりあえずパーリフターだけど出ろと言われたから出たみたいな感じだったと思うんだけどもな、まあので、まあ、トップ10入る人はもちろん調整してるけれども まあ学生から始めたら数年なので、1年とか2年なので、それでやっぱり筋肉はない、どっちかというと絞り、どっちかというと痩せ,て痩せてる人が多いみたいな感じで、その中で俺はまあ高校の時からウエイトをやってて、ある程度体できてたので、優勝させていただいたと。で、生産以来の2連覇ということで、月望の表紙にもさせていただいて、4年生の時ね。そしてまあ社会人になって、社会人1年目は俺はあのオフにしたと。 やっぱこれから社会人でやっていくにあたって、やっぱりまだまだ小さいと思ってたので、確か俺1年オープンしたんだけど、で、2年目、で、本にも書いたけれども、俺はね、最初、ボディビルやるときにプロになりたいというのがもう明確な目標があったので、IBB プロ。そのプロカードを取るためにはどうしたらいいかと。当時はプロコーリファイヤーがなかったので。 このコンテストで、かつプロっていうのはなかったので、日本人の我々にとっては。なので、IFBB の参加である JBBF のルールブックを見て、そこにプロになる条件というのが書いてあって、1、ミスター日本の優勝者、2、ミスター日本の優勝者、1、2、ミスターアジアの優勝者、アジア選手権の優勝者、3位、世界選手権の決勝進出者ということで、その3つのうち二つ、2つを クリアすると日本連盟会長当時はタマリ会長だったからタマリ会長の推薦のもと IOBB プロカードが与えられると書いてあってよしこれだとこの123のうち2つを要するに最短で可能に最短で達成できるコンテストが出るということでなのでまあ1つ目照準に合わせたのはミスターアジアこれはどういうふうにミスターアジア出るかというと今はわかんないけど当時は日本クラス別というコンテストで優勝すると アジア選手権行けるとい,いうことになったわけ。なので、俺はこの日本クラス別に優勝しないとダメだったアジア出るため、まず。そのためには日本クラス別に出るための選考試合である何かに出なくちゃいけない。ということで、に日本クラス別に出るためにはその下の地方大会で優勝する必要があったので、俺はまず東京オープンというその年に。 始まったコンテスト俺が出始めた年に始まったコンテストだったと思うんだけども東京クラス別の下の東京クラス別がとにかく万ンモスコンテストすぎて出場選手が多すぎるということで、まあ、当時はね新人戦とかなかったなのでいきなり東京クラス別で、まあ、コンテストの出たい人はみんなこれに出てたのでとにかくもう人数が多すぎてあのレベルが高すぎるということになって新人戦の意味で東京オープンというのが設立されてこれに俺は出て75キロ超級だな にに出てて優勝してこれが5月とかね春にあったんだよねで7月の日本クラス別今でもあの月は覚えてるんだけどもに出るということを目標にしてまずは東京オープンで優勝してで日本クラス別で俺は8 0キロ級に出て8 0キロ級の当時は矢野さんの独壇場で矢野さんがいつも優勝したクラスで矢野さんが1位で当然俺が2位でということで2位だったんだけれども当時の日本連盟の方が 山岸も連れていくということで、アジア選手権に行かせてくれたのは2位だったけどねで。っていうのはアジア選手権では矢野さんは75にいつも落としてたので、まあ、80キロ級以下いないということで、俺が80キロ級に出ることになってで、アジア大会行って、アジア大会はもちろんその時優勝した俺確か4位だったんだよね。で、まあ、初めてそれが国際大会で、あな,なるほど、アジア。で、アジア行って、俺は、あこれだったら優勝できると失礼だけども、近い将来優勝できるなと思った。 なんじゃね、でその年はそれで終わったんだろうか。で、えー、まあ目標達成ならずと。でその次の年に俺はアメリカ行ったんだよな確か。でその次の年俺はアメリカに行くと。これはこれもプロにプロカードを目指す過程でアメリカに行かないといけないと。っていうのは学生の時に一度アメリカに行った時にこれもその時アメリカってあんまり俺興味がなかったって言っただけどもちろんあのプロになりたかったからただプロになるためにアメリカ行かなくちゃいけないっていうそのそれがつながってなかった。 だからプロになるためにはアメリカに行ってやっぱりその実際を見なくちゃいけなかったんで俺はそれがあんまりつながってなかったのでその時学生の時にバイトしてたジムのメンバーさんが昔はね月墓でなんかツアーみたいになってでマイクメンツァーのトレーニングを受けに行くというツアーがあってそれに参加してこいって言って言われたのでああと思ったんだけどまあ行ってみようかなと思って軽い気持ちで行ったらそこであのゴールドジムのベニスのゴールドジム行って行った時にあ 俺ここに今度また来たた住みたいと思ったでその目標を叶えるためにあの社会人になった時俺は <laughs> とんでもない社会人なんだけども3年勤めたらアメリカに行こうとかさだからその3年目になった時に俺はやっぱり当初の目標通り大変申し訳ないんだけども社会人を辞めてそしてアメリカに行ってこれ6ヶ月だから7ヶ月間学生ビザで行ってそのゴールドジムベニスのそこに帰って帰ってきたわけ 今度は済むとということで、目標ねでそこで半年間トレーニングして、で、まあその時、ものすごい体がレベルアップしたんだけれども、だからアメリカやってなんか怪しいことやったんじゃないかって言われた、言われたというか思われたと思うんだけども、まあその証拠に帰ってきて連続でドーピングテスト2回か3回やったかな。もちろん陰性だったけどね。で、それは何でかというと、もうトレーニングしかしてなかったから。まあその前は、まあ学生の時はまあトレーニングしかしてないけども、 まあ、学生で勉強もしれって感じだけどなで社会人になって、まあ、一,応一応というかちゃんと仕事してあの9時,9時5時だったかなで仕事して、まあ、6時とか7時からジム行ってトレーニングしてっていうことやってたんでまあボディービルに集中した生活じゃないじゃないでその時の20代中盤から後半の時にボディービルに集中できた生活ができたっていうのはものすごい俺にとってはプラスだったと思うんだけどもアメリカに行った時は俺26になった時に行ったんだな で、その半年間で、トレーニング、そして食事、睡眠と。睡眠もずいぶん寝たね、この時。それまでやっぱり睡眠削って、トレーニングしてっていう感じだったけれども、その時はもう一日あったから、まあ午前中だい学校行ってたけどね、ビザキープしなくちゃいけないから。で、午後はトレーニングした後、食べて寝てってやってたので、ものすごい体が変わって。で、減量もしてなかったので、どんどん体が絞れてって、なので驚いたね。で、その時はアメリカでは、 大学の,の先輩の横井さんがちょうどゴールドジムに行ってたので一緒にトレーニングしていただいてで半年集中でトレーニングして日本に帰ってきてでジャパンオープンでゴールドさんが1位で俺が2位だったのかなでミスター日本出たとでミスター日本は8位だったかなその時ただまあ初出場でトップ10だったのでまあその前の年がね日本クラスベで2位ということで考えるとその前の年かね随分なジャンステップアップだったと思うけども まあその年から、これはまあアメリカに帰ってきてから、フリーランスというかね、パーソナルトレーニングを始めて、あとはプロ活動じゃないけども、DVD を売ったり、T シャツを売ったり、要するに今のまあキャラクターでもある究極選手というキャラクターを作って、ウェブサイトでビデオを作ったりね、そういうことをし始めたわけ。で、最初、スポンサーは、そしてあの健康体力研究所、俺が退社した検体に行って、 スポンサーとかサイとお願いしたら喜んでということでやっていただいて。だから日本のサプリメントをブランドで初めてじゃないか。俺、アスリートとして契約したの。だから月々いくらでいただいて、検体の宣伝をして、試、ま、飲、あ、会とかセミナーとかやったり、そういうことしてで、DVD も売って、T シャツも売って、でウェアもやっぱり欲しいなと。で、アメリカにこれ行っ,ていった影響なんだよね。アメリカにそういうのを見てきたから、なんかウェアの,あのブランドのスポンサーシップも欲しいということで。 当時まだ日本に入ってたばっかりだアンダーアーマーの,あのやってたドームさん株式会社ドームさんに行ってドームさんの社長の方ってフットボールの人で,でフットボールのアンダーウェイだったのがアンダーアーマーのフットボールの下着だったわけあれもともとはそれが日本に入ってきてアンダーアーマーとして、まあ、トレーニングウェアとして売り始めた時でまだまあほとんどの人知らなかったと思うんだけど俺は知ってたからそこ行ってアンダーアーマーを提供してもらってだから最初のビデオ のの一番のやつははナンンンバーワンはアンダーワアダマン来てんだけど俺だからその究極選手を作っててまあセミプロ的な活動し始めてでボーディービルのあのでゲストポーズゲストポーズも相当いったねだから当時ゲストポーズはいくらもらえたんだこれ10万とか20万とかもらってたかな行くたびに各地方連盟でで毎週のように入ってたからそれでもかなりあの収入になったな。 だからもう完全に、プロのコンテストは出てないけど、プロみたいな感じで、その,後のあの、IBB プロになってからの生活はほとんど変わらないというか、それよりも稼いでたかもしれないね。その時きのはまずね、プロになりたての時よりもね。で、それで、えー、翌年、まあ、ミスは日本、今度は、翌年俺、アジア優勝したのかな。で、その年、アジア優勝した時は、80キロ級だね。で、80キロ級で優勝して、まずアジア優勝しましたよと、アーズ1つクリアしましたよと。 よし、今度はミスター日本優勝か。世界選手権の決勝進出だと思って。で、その時にミスター日本っていうのは初めて意味、意識したというか、で、俺、ミスター日本に向けて頑張った時の話してくださいっていうところ始まりなんだけども、あまりね、コンテストに勝とうという、勝ちたいっていうあれがなくて、まあ、アジアとかは勝ちたいというよりは、プロのカードが欲しいっていう感じだったので、だからミスターアジアはもちろん勝ちたいと思って行ってるよ。だけど、なんか、貧欲に勝ちたいっていうよりは、 当時はとにかく失うものは何もなかったので怖いものなしっていう感じで行ってまあ優勝し,たしちゃったなっていう感じはね優勝したかったけれどももちろんだから優勝だけど優勝しなくても別にいつってたら変だけどもそれよりもなんか自分のベストを尽くすことに集中したんでまあコンピューターとしては一番いい精神状態だと思うんだけどもでまあ優勝しましたとそれが2001年なぜ2001年ですごい覚えてるかというとそのコンテストが終わって帰ってきて なので翌日とか2日ぐらいにみんなで大井町のステーキ屋行ったの、ゴールドジムの友達と。そしたら、そこでレストランでテレビでワールドトレードセンターにあのテロリストが飛行機で突っ込むという映像が出てて、だから2001年は9月なんだよね、だから9レ11の前に俺、直前に韓国から帰ってきたアジア大会の。なのでもし9レ11、数日そこに韓国にいたらもう帰日本に帰れなかったからじない 当時のことを覚えてる人いたら飛行機場全部閉鎖だったでしょ世界中。なので2001年の9月ってことは覚えてるんだけれどもまあそれがあってで2001年はミスター日本は2位だったかな3位だったかなだから8位からトップ3入ったと違う。それで2 0ちょっと話が全後しちゃうけどその前の年2000年2001年の前の年2000年はミスター日本俺はその時3位だったんだよね矢野さんが優勝してで2位が53だったと思うんだけど俺が3位だったと思うんだよね。 で、その後、世界選手権行ったの、2000年。ちょっと話が前後になわけど、まあんま何でもいいけど。2000年はね、それで、俺、アメリカから帰ってきて、ジャパンオープン出てミスター日本3位になって、その後、世界選手権行ったんだ。で、世界選手権で、なんと決勝進出したの、初めての世界選手権で。で、その時、矢野さんと同じクラスで、俺、75キロ級、まだ落としたの。普段は80キロ級なんだけどね。その時の減量が大変で、俺、3キロぐらいオーバーしてたんかな、行った時に。 でまあ、3キロぐらいあったら俺サウナですぐ落ちるんだろうなと思ったらもうそこまで絞り切った体の3キロって落ち,落ちなくてもう死ぬ思いでサウナで落としてなんとか朝からサウナ入って飲まずくまで,でゴードさんもきつくて2人でサウナ入ってきついって言ってでサウナがめちゃめちゃ暑くて体暑いのは当然なんだけども体がやっぱり疲れてるからすごい暑く感じてもう息ができない感じがして俺もう1分ぐらい入って外で汗出してっていうことを何時間も繰り返してて。 で、なんとか、権利をクリアして、その後、ゴードさんが死ぬほど食うんだっつって、でも食えないわけよ、そんな、いっぱい、もう胃が小さくなってるから。だから、まあ、自分ではいっぱい食べたつもりでも、食ったらお腹がはち切れそうになって、これ本当に、吐切れて死ぬんじゃないかと思うぐらいお腹が痛くて、そしたら、ベッドの端からに背中つけて、腹をストレッチしろって言われて、そうした、そうした覚えがすごい鮮明に覚えてんだよね。だから、何を食べたとか全く覚えてないんだけど、 そのストレッチをするって言ったの腹がめちゃめちゃ痛かったことを覚えてでそれで俺は6位だったんだで当時はトップ5じゃなくてトップ6は決勝進出だったのでまあ6位でも決勝進出だったんだよねなのでそれその時にまず1つクリアしたで2001年に翌年にアジア優勝して2つ目クリアしてあこれで俺はプロ玉井さんに言えばプロになれるということをそこで確信したんだけど 翌年なんと、ワールドゲームスっていう、オリンピックにない種目のオリンピックがあったわけ。だからみんなワールドゲームスっておそらく知らないと思うんだけど、一応マイナースポーツ、まあ、オリンピックのスポーツがメジャースポーツじゃマイナースポーツって言い方悪いけど、のオリンピックだよね。で、それにボディビューラー参加するってことで、やっぱこれ出なくちゃいけないということで、2002年は、2002年、秋田でのワールドゲームスに出て、それは4位だったかな、俺。 メダル取れなかったんだよ、ね、でまあその後プロにその年のその年ミスター日本で2位だったかなでその後にタモリ会長に行ってプロにならせてくださいということだったんでなのでねミスター日本もちろん83回出たら832位かななのでまあ順調にいけばっていうこともあったけれど俺としてはミスター日本その時ちょうど俺体的にも年齢的にもやっぱりここでこれから数年がピークだなと思ったので なので、やっぱりプロにそこで転校して正解だったと思うの、ね、で、その後30代の前半からプロとしてやれたので、まあほん、本当であればもうちょっと早くプロになれればよかったけれども、まあ、そ,れそれは、まあ、その別の機会に話したいけれども、やっぱりそのさっきから何回も言ってるように、プロになりたいという目標の過程にミスター日本があったので、だからこういったら失礼だけれども、ミスター日本という意識はあまりなくて、 なのでまあミスター日本に本当になりたかったらそこで3つ目の条件のミスター日本もやるというふうになったと思うんだけども俺としてはもうあまりそっちに対する失着はなくてもうすぐプロでやりたいとでまあ結果的にはそれが数年後に分かるんだけど俺としてはまあ良かったのかなと思うねなのでまあリクエストになったミスター日本への頑張った時っていうのはまあミスター日本に頑張ってたというよりはプロカードに向けて頑張ってたという俺のまあ JBBF 日本時代 の話でした。